久しぶりにバーバーランドに来ております。まあ毎日来てるんですけど、こちらの方へ来たのは久しぶりです。というのは、上の先ほどの碇山のところまで登ってるんですけど、登ったんですが、今日もアスカ2が久しぶりに来てるみたいなんで降りてきました。何か結構掃除をしてるみたいですね。天気なんですが、少し霞んでます。アスカ2の向こうのアメリカンパークオリエンタルホテルとなんか重なって面白いんですよね。船の形のように見えますね。ハーバーの遊園地が取り壊しになって観覧車だけ残して、アンパンマンミュージアムですかなるということで、かなり大掛かりな工事がされております。ではではまたまた。